ハム、さよなら。日本ハムソフトバンク24回戦、日本ハムがソフトバンクに7対6で勝利。ハム勝ちました。さよなら勝利した。古典さよなら。マルティネスようやったわ。とっておきの代打がうちにはいるんだよ。山本の勝ち運。やまんやばないか。まるで CS かのような盛り上がりでくさ。消化試合なのに楽しませてくれるな。ギリギリ勝ってマジでよかった。これが今年のファイターズです。ハムはいい試合多いな。池田泣いてるや。この勢いで CS 勝てそう。最高すぐる。キーポイントは会長。今日は水野が効いたな。清宮は覚醒系独裁校。水谷のホームラン良かったで。ホークス負けたばい。勝てた試合落とすと CS も不安やな。消化試合にしても後味悪い。カイさんも悲しい顔してるわ。ハムに7連敗。また負けた。完全に苦手意識植え付けられてる。岩井はもういいわ。これは負けやで。ソフトバンク先発東浜、4回3失点。東浜は見切られたな。勝ち越されてから抑えるいつもの東浜や。東浜を CS で使うかって思う指揮官はおらんやろな。ソフトバンクリリーフ木村、1回1失点。木村は CS じゃ使えんな。木村はコントロールがちょっとな。木村くんもつもりまた塩山組やな。ソフトバンクリリーフ長谷川、1回1失点。長谷川あかんか。長谷川は今季初被弾やね。長谷川悔しいやろな。ソフトバンクリリーフ祝い 0.1 回2失点。岩井も CS 使えないで。岩井完全に飲まれてたな。岩井は敗戦処理から出直しだな。日本ハム先発北山、5回2失点。北山は尻上がりではあった。北山 CS 脱落かな。北山さんグダグダだったな。日本ハムリリーフ池田 0.2 回4失点。池田は CS 使えないな。池田だけで試合ぶっ壊してるじゃん。池田は復活すると信じてる。ソフトバンク打撃成績。谷川原先制タイムイン。谷川原いいよ。第二星は谷川原でいいな。周東ゴロ打点。周東最低限だな。周東が珍しく仕事した。山川スリーランホームラン。穂高すごすぎ。山川しっかり調整。柳町タイムリー。勝さんさすがですね。柳町は勝負強いな。日本ハム打撃成績。水野タイムリー。さすが水野。水野はいいところで打つ。細川利比。細川いいじゃん。良い仕事したな細川。レイエスホームラン。レイエスすごすぎ。レイエス打ちすぎ。清宮タイムリー。清宮が階段しとる。清宮覚醒期間長すぎ。水谷ホームラン。水谷良かったな。ベンダラ対決は水谷の勝ち。水野ホームラン。水野ほんとすごいわ。水野やっぱ力あるな。マルティネスさよならタイムリー。マルちゃんポテンタイムリーきた。マルかっこよすぎ。さすがマルティネスだ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしています。